おー、びっくりしたー。あ、いてた、ナイスハンク。おー、ハンク。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。あー、コナンのことか。警察をサポートするアンドロイドは気づいてる。アンドロイドは。どうも皆さんこんばんは、ザワーキと申します。ジェリコ。それは何？ジェリコ教団のマークか何か。グラフィティを見つける。なあ、あんた、恵んでくれないかい？それでなんて？そんなテンション感で恵んでもらえると思うな。アンドロイドが逃亡ってあれやん。だが今回の逃亡犯はいつもと違う。容疑者はアンドロイドだ。憶測が飛び交う状況が今後も続きそうだ。木星の衛星の一つであるイオの探索に5体のアンドロイド宇宙飛行士を旅立たせると NASA が発表した。 NASA は今回の探索は片道になるとし、アンドロイドは衛星イオの過酷な環境下で数ヶ月作業した後破壊されるのだろうと述べた。まあ、簡単に言うと、人の行けないとこにアンドロイドを持ってって、アンドロイドに仕事をしてもらうと。アンドロイドおるわな、自分の他にも。だから蹴っ飛ばしてやりて。人間に紛れ込む。アンドロイドはエスカレーターなんて使わないのに、俺は使っちゃうにょーんっていうね。いや、なんかバグってた、バグってた、今絶対バグってたって、今バグってたって今。A few moments later.なるほどね。重ねると。あ、なんか全然だん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 近づいてる気がするわ。なんかこういう廃村というか廃墟に行ってみたいよな。人が昔使っていた建物とかさ、ちょっとロマンあるよね。ちょっとどころじゃないよな、かなりロマンあるよな。廃墟とかさ、廃屋とかさ、見る機会ないよね。空き巣ならもあるけど。ええやない？サムネだね、もう確実に。ジェリコって書いてる！右。俺なんか一生懸命指で偵察してたわ。指で偵察してない！違う違う違う。おー！実はね、夜勤明けだからね、バカ眠い。だこれ編集してる時思うんだろうな、全然喋ってないやんお前みたいな。喋ってないと編集でね、大体カットされちゃうからね、喋ってないといけないんだけど、逆に喋ってたとしても別になんかさほど何変なこと言ってるとさ、それもそれでカットなんだよね。そうすると尺がなくなるんだよね。変なこと言ってもさ、変すぎて誰もりさ、面白いとか面白くないとかじゃなくてさ、ハテナが浮かぶよね。いや、俺のさ、こうプレイしてるときはさ、もうずっと喋ってるみたいなイメージなのにさ、編集した瞬間に、うわ、もう30秒以上何も喋ってないや、みたいな、全然あるんだよね。何？どこを歩いてんの？お前は。そして。このぶら下がってる四角は何？なんか、ニーアオートマタだな。うわ、なんかすごい！アビスみたいな、すごい深淵に。そこ計算しないんだね、逆に。そこ一番計算するとこだと思うけど、俺。そこだけは計算せずに飛び込むんだな。急に地下。なんか急にホラーゲームみたいになってきたな。おいっ
失礼します。こんなとこに誰かがいるとは思えねえけどな、はっきり言って。なにこれ、懐中電灯つくの。お、ついた、すげえ。なんかラストオブアスみたい。他開くの、開かないと。鍵が必要なんだな、ホラーゲームだったら。ホラーゲームじゃないから鍵も必要ないと。ここもどさ開かないと。あ、めっちゃ扉あるな。ここもどさ開かないだろ。なんか調べるのも意味なくなってきたわ。で、この散らばってる資料は何？おー、びっくりしたー。ホラーゲームじゃないんじゃないの？めっちゃびっくりしたわ。なん急に。そんなやめて。こっちも心の準備があるからさ。え、なんでそんな急に驚かす要素増やしてくんの？え、このゲームって、もしかしてこう、プレイヤーに優しくない？ヘイ君！で、ここは何の施設？こっち行けないか、こっちか。え、いた。でもお前に痛みあんの？痛覚とかいう感覚あんの？まあストレスは感じるよな。え、あ、怖っ。おお、ラルフ。ジェリコへようこそ。違うか、見てるだけだわ。ちょっとあまりにも短すぎるからもう一個言っとくか。2038年11月6日ちょっと昼寝したから元気になったよ。ハンクやね。もう危なっ。唐突に。警部補と和解する。なんかお前喧嘩したの？ハンクめっちゃ好かれてんじゃん。おいおい、ハンクがハグしとる。3枠の5番。いや競馬やん。かけるか。それで前回給料1週間分すられたの覚えてるか。おい、今回は違うって。俺が 100% 保証してやるよ。間違いねえ。クソだ。だろう。わかった、乗るよ。なあ、後悔させねえって。たく、何なんだ。人の言うこと聞きやしない。金魚の糞みてえに俺についてくるな。昨日の謝罪。署での私の行動についてお詫びしたかったんです。あんなことを言うつもりでは。おいおい、お前ごますり謝罪プログラムまでついてんのかよ。最近のサイバーライフってのは気が利くねえ。肉が効いてるぜ。パイナップルパッション、意外と可愛いの飲んでんだな。お前調べられねえ。うわ、イケメンじゃん、ハンク・アンダーソン。かっこよ。あちど、まあ、ありがとうよ、パラペルだ、うん、そいつ置いてくなよ。ああ、心配すんな。俺にべっとりなんだ。な。意外といいコンビな気がするけどな。ギャンブルの話行こう。ペドロって男は、あなたを違法賭博に誘っていた。そうですか。ああ。かけたんですか。ああ。なんだろうね。食事代、まあ金だけど。代金払ってませんよ。ビリはどっちだ。ええー。口聞いてやってるんでな。
なんかいいんだ。いいね。ハンクとアンドロイド。個人的なことを聞いてもいいですか。なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですか。踏み込んだな。私について知りたいことはあるわけ。ああ、いや、ある。なんだ。なんでお前はそんな間抜けな見た目で見とんだ。アンドロイドは人間と共存できるようデザインされています。私の声と容姿は社会に溶け込めるようデザインされているはずです。こういう顔が社会に溶け込めるんだ。失敗だな。すごいこと言うやん。変異体の情報を共有しておきましょう。そりゃ助かるね。どうぞ。彼らは機体のソフトウェアに発現した何らかの変異に誘引され、人間の感情を模倣し始めるんです。分かる言葉で言ってくれ。実際には感情ではありません。非合理的な指示に制圧されたことで、予期せぬ行動を引き起こしているんです。ああ、なるほどな。感情ってのは厄介なもんさ。俺たちはそう違わないのかもな。これ前も変異体の操作を。あれ、俺こいつ数ヶ月前、ある変異体が屋上で少女を人質に取ったんです。少女は私が救った。まあどうせお前のことだから俺のこと調べ上げてるんだろ。あなたは学校を首席で卒業し、事件で名を挙げ、デトロイトで最年少の警部補に昇進しました。ですがあなたはここ数年の間に幾度も懲戒処分を受け、バーに入り浸るようになった。だから何だってんだ。何だろうな。問題を抱えている人との仕事はおそらく一筋縄ではいかないでしょう。ですが私は人間のランダムな行動にも対処できます。なんでそこでマウント取った。今新しい事件の報告が入りました。このすぐ先です。見に行きませんか。それではごゆっくり。私は車で待っています。よう降る雨だな。バッテリーでも切れたか。すみません、サイバーライフに報告していました。お前ずっとエレベーターにいるつもりか。いえ、行きます。で、男の情報は。あまり。近所の住人から妙な物音が部屋から聞こえていたと報告が。妙な音。空き家のはずなんですが、ただ LED を帽子で隠した男の目撃情報があります。 LED、 まったく人手が足りないってのにいちいち物音がしたってだけで操作してられるか。さあね。すみません、開けろ。デトロイト死刑だ。怖っ。下がってろ。はい。何？急に始まった。え、ね、そんなテンション感なの？なんか割と軽く見て軽く帰るテンション感だったんだけど。いや、ハンク武器持ってるけど、まあ、そっか、俺たちアンドロイドは武器持てねえもんな。まあ、でもお前別に代わりの体あるからお前とつれよ。そう、いけ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 。いや、じゃあハンク出ない。あ、行った。おお、ハト。なんだこりゃ。マジック。アパートを調べる。なんだこれ、キモ。たくひてえ匂いだ、畜生。とんだ無駄足みたいだな。あ、めっちゃあるじゃん、調べられるところ。どんだけ鳩おんねん。ん？真っ暗で何も見えない。UFD 都市農園のポスター。都市農園。
100% リサイクルペーパー最近剥がれた後。本だ、何かの。何のマーク、息が詰まるぜ。何かあったか。ええ、多分ノートのようですが、ただ判読できない。なあ、もうハトは勘弁してくれ。やっぱアンドロイドだ。 LED シンクに LED が。やっぱりだ、そりゃそうだろう。ハトと暮らせるなんて人間じゃない。ブループラット、はい、あ、まただ。俺以外にもこんなの持ってるやつがいたとはな。電子書籍ってやつは紙の匂いも嗅げる。こりゃどういう意味だ。 RA9 2471箇所も壁に書かれています。オーティスのアンドロイドが浴室に書いたものと同じだ。なぜこんなに取り憑かれたように。こりゃまるで迷路みたいだな。この足場がどうしたんだろう。ここでいっぱい書いて言うと、容疑者はリビングに逃げていった。ルパート・トラビス、偽造の運転免許ですね。そうか、収穫はあったな。ああ、蹴っ飛ばしたんだ。容疑者は我々の侵入に気づいた。ああ、容疑者はまだここにいるってやばくね。おおやつ、おい、間違いない。このボタンのやつはむずいんじゃない、マジで。次何来る。早いがリスクが高い。楽だが時間が、いや、リスクを取ろう。安全の上からバランスの取れた。早いがリスク高い。早いがリスク高い。ほい。あ、見に来た。ほい。ダイレクトだが混み合っている。安全な場所ろ。こっちだ。頭の回転が問われるってことね。集中するわ。は？間に合わなかったってこと？そこから行くと OK、 任せろ。安全なこと、早いがリスク、早いがリスク高い。リスク取ろうぜ。ここはこれ何すればいいんだ。 OK、 追い詰めてるよ。乗れた、オッケー。冗談きついぜ。
まだしがみついてる。木が邪魔。どういった？そこね。ダイレクトだが込み合ってる。もう行こう。どこだ、やべえ見えちゃった。どうだ、あ、いってた。ナイスハンク。おー、ハンク。いや、ハンクでしょ。くそ、まあ、ちくしょう。もう少しで。くそ、私のせいです。もっと急いでいれば。俺が足引っ張ったんだよ。まあいい、顔は分かった。見つかるさ。おい、こら。なんでもない。ハンクを救え。ここのさ、ルパート逃げられたの上、多分捕まえたっていう選択肢だったんだろうね、きっと。チャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。